じんわり広がるキノコブーム。書籍紹介。この記事は森とかにひっそり生えてるやつ、キノコのあれこれについてじっくり語ります。 Welcome to キノコの世界へ。最終回となるこの第10回は、現在ゆるりと展開しつつあるキノコブーム、その立役者であるキノコ本を解説いたします。これまでの記事を読んでキノコワールドに踏み出しつつあるそこのあなた、この本を買えば虜になること間違いなしでしょう。まずはキノコの実物を楽しむために、キノコワールドに踏み込むためにはまずはその現物を見て観察することが一番だと思います。ただ山に入ってですね、その初心者がキノコを見つけ出す、探すというものはなかなかに苦労があるものです。というわけで、まずは、そのキノコの現物を楽しめるということにして、図鑑というもの、キノコ図鑑というものをおすすめしたいと思います。その中でもおすすめはこの大和慶谷初版の日本のキノコ、大和慶谷かの図鑑が非常におすすめです。この本はキノコマニアのバイブルとも言われているんですけれども、原色鮮やかなキノコ写真をこれでもかというふうに大きく掲載しているという特徴があります。現物があればよかったんですけど、今ちょっと諸事情で手元になりないので、まあ、図で許してください。この図鑑はですね、今までの図鑑はと言いますと、乾燥品ですとか、あとは観察した時の標本図、絵ですね。この辺あたりを紹介している、この辺あたりをこうずっと載せている図鑑が多かったのです。なので、生物学的に結構お堅い印象というものがあったんですけれども、この本は、キノコの写真を美しく掲載するということによって、キノコを観賞物として、世の中に知らしめたという特徴があります。で、アマチュアのキノコ写真家を結構多くした、排出したこの本は、平成のキノコブームの立役者とも呼ばれている。まあ、そういうこと面白くて素晴らしい基本ですね。で、このように、ページいっぱい、丸々いっぱいに、写真、キノコの写真を大きく載せた後に、ちょっと解説が載っているというのは内容になっておりまして、ちょっと解説は小さいんですけれども、割とアドレナリン内容でして、キノコのその大きさ、何センチから何センチまでといったものから、生息する時期ですとか、林ですとか、そういった情報までちゃんと載せております。なので、森で見つけたキノコの種類が何なのか、その同定にも結構役立てるという一品です。ただ、この本結構大きくてですね、大型本でして、キノコの観察に持ち運びにはちょっと適さないかもしれません。まあ、そんな時にはですね、同じ大和慶谷出版の、この山系ポケットガイド、キノコというこの本が結構役立ったと思います。サイズ、厚さ、重みともに結構バランスよくって、非常にまさに手のひらサイズの本でして、こちらはキノコ観察に行った時に割とこう、そのキノコの種類同定に立つかったりもします。このように、この本に引けを取らないほどに、ちゃんと国際色に載っております。はい。これでこするだけですね。この日本のキノコというものは8800円ほどの結構1万円ぐらいする割と高い本なんですけども、こちらの本は1500円ほどのお手頃価格です。もしこの先キノコを見たい、そして現物を確認してこのキノコは何なのかというものを確認したいという方は、ぜひこの本を紹介して、眺めてみるというのもおすかもしれません。はい。結構美しい方、キノコがいっぱい並んでいて、眺めるだけでも面白い本ですので、ね。これが有名なビンティングだけですね。続きまして、はい。キノコワールドの入門書としてしまった。キノコワールドの入門書籍をいくつか紹介してあります。ちょっとこの記事を読んで、もっとコアなキノコ知識を身につけたくなった人は、要するにこの記事の読者向けの本ですね。は、この知恵の森文庫より発売しました、キノコの不思議、キノコの迷宮。この2冊の文庫本が割とおすすめの本です。まずはこのキノコの不思議の方から。このキノコの不思議という本は、各界の著名人によるエッセイ本でして、要するにキノコのアンソロジーとなっております。多方面から見た多彩なキノコの世界が読める図鑑になっておりまして、中にいるその作品を挙げた人としては、菌類学者ですとか、あとはキノコ狩りの名人、キノコ狩りのペンションの人ですとか、あとは漫画家に作家ですとか、そういった人たちがいっぱい集まっているとなっております。中にはですね、国立科学博物館の、主任ですとか、
あとは手塚治虫先生ですとか、水木しげる先生ですか、非常に とても著名人がこの本に執筆ですとか、まあ著名編集が含めていたりしまして、まあ他方面から非常に多彩なキノコの世界が眺めるという作品で、内容の濃いマニア向けの作品となっております。続きましてこちらのキノコの迷宮、こちらの方はですね、キノコに大ハマりしてしまった、キノコの世界的画家ですね、この方がキノコのあれこれについて語る本になっております。この人たちが、なぜハマってしまったのか、初めてのキノコ狩りにどんな感想を持ったのか、あとはキノコがどんな毒を持っていてどんなこう能力を持っているかという面白い刺激必要ですとか、あとは、フルコース料理ですとかグッズですとか、そういったものキノコの多彩なものについて紹介している本です。割とこの今回のキノコ記事、すべての記事なんですけども、この両者から学び取って、引用したっていう内容を含まれております。特にこのキノコの迷宮というものは、キノコがどこが面白いのかっていうポイントを示している本でもありますので、割とキノコの、知識を知りたいという人たちにとっては入門書になっております。で双方とも、文庫本でして、700円ほどでお求めできますので、この記事以上にキノコのことを知りたくなったっていう人はぜひともこの2つの本を読んでみてはいかがでしょうか。他にもまだまだ紹介したいものはいっぱいあるんですが、キノコのグッズですとか、最近ガチャポンとかでいろいろキノコグッズが出てきまして、こういったような、グッズが紹介でしたりとか、あとは最近の、擬人化ブームについて、このようなキノコ擬人化図鑑というのも登場したり、この本は、この作者ですね、はもう10年前からずっとキノコの擬人化をやっているので、キノコ、擬人化ブーム前からずっとキノコの擬人化を書いてたんですけども、この本は、負けに劣らず、作者がキノコのことをよく分かって擬人化にしているので、そのキノコの特性を持ったまま擬人化にしているものも結構多くあります。例えば、前回紹介しました、土グリですとかね、しまった、すぐ出てこなくなってしまった失礼しばしお待ちを、あったこれですね、土グリちゃんです。このように、傘が雨が降ると開きやすくなるといったような特徴を備えている、そういったものの、ちゃんと載せたりしまして、この MBA の記事外に見てるというところから、いろいろゲームですが、こういったものにサブカルチャーに敏感な人たちが多いと思うので、気になった人は買って読んでみると面白いかもしれません。というように、キノコ図鑑というか、キノコのたくさんの面白みはいっぱいあるんですけれども、残念ながら時間というか、私の制作時間というのはあまり取れなかったので、ここまでにして、このキノコの不思議、キノコの世界については一旦閉じ上げたと思います。欲しいところではありますけれども、今回最後になりますけれども、キノコの魅力は他にもまだまだいっぱいあります。紹介しなかったものは、今後皆さんが目にして楽しまれる世界、楽しんでいただく世界として、見ていただくことを切に願っております。それでは、キノコの世界をご堪能いただき、誠にありがとうございました。よろしければ、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは。